山、千葉に直営店8店舗、フランチャイズ店3店舗の拠点を持つ、主に自動車の車検整備を行う法人であり、日産東京販売ホールディングスの事業会社である。2002年設立、東京証券取引所一部上場であった、東京日産自動車販売の子会社として設立、日産自動車が設立した自動車部品用品事業、ピットワークブランドを活用するため、 東京日産自動車販売が株式会社ワークス店を設立。その後、株式会社車検館に称号を改め、事業拡大を開始した。最短45分で完了する短時間車検整備見積もり無料かつ、見積もりイコール確定見積もりで、高い価格透明性リーズナブルな価格設定特定のメーカーに限定せず、上記の特徴を持って幅広い客層に訴求している。 そのためメカニックも幅広い知識と技能を有する必要がある車検館1月中にも第2ブランド車検一番館を本格展開2009年12月9日プタイムズの記事2019年5月29日 ABE グループ事業日産東京販売ホールディングス株式会社2019年8月24日閲覧ウェブサイト車検館 2019年8月26日閲覧。採用情報。車検館。2019年8月25日閲覧。遠隔。車検館。2019年8月26日閲覧。AB。車検館。1月中にも。第2ブランド。車検一番館を本格展開紙面記事。日刊自動車新聞電子版。2020年1月24日閲覧。 感謝の気持ちをお笑いで、車検館15周年記念寄せ。日刊自動車新聞ニュース。2019年8月26日閲覧。2018年楽天車検アワードランキング。楽天車検、2019年8月26日閲覧。2019年楽天車検アワードランキング。楽天車検、2019年8月26日閲覧。 商標を登録、特許庁。2019年8月26日閲覧。商標を登録、特許庁。2019年8月26日閲覧。商標を登録、特許庁。2019年8月26日閲覧。店舗一覧。車検館。2019年8月24日閲覧。楽天。 楽天車検アワード2019を発表。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン、PR タイムズ2020年1月24日、閲覧。ありがとうございます。